までは、あと1時間ぐらいですかね。黒田正宏はあと1時間ぐらい。渡辺さんは今ステージイベントでリアルモミールベーシックを、これからプレイヤーとともに始めたところですけども、飯はね、なんとかこのラウンドやって休み取れたんで食いました、おかげさまで。なんとかね、牛丼をいただきました。プレミアムでした。ありがとうございます。皆さんもお疲れ様です。土曜のね、夕方いかがお過ごしでしょうか。リッチアーゴンでございます。まあ、晩飯もね、遅い時間になるので、私にとっては牛丼はまあおやつのような、お昼のような、まあ、あまりそこは関係はございませんけども、弁当は人数分ちゃんとございまして、裏にも少々余っております。仕事場からご覧のそこのあなた、リッチーです。ぜひぜひお仕事のミスがないように最後まで楽しんでいただけたらと思いますのでね、私にとっての、ブライアン・デビッド・マーシャルである、正代黒田はまだ来てございませんので、ぜひ1時間ほどお待ちいただけたらと思います。一回ね、マジであの英語版の映像を先にもらって、でリッチーと BDM のトークを吹き替えしてみたいですよね。ガチ吹き替え絶対させてもらわれへん。僕はね、ランディ・ビューラーの声もちょっと自分の中でパターンを作ってたので、ランディが引退したのはもうね、寂しくてしょうがない。まあランディとは最後に写真も撮れたんでね、もう一生の思い出かなと思いながら、中身、中身手取らめたのにどこがガチ吹き替えなのか、そらそうやな。ランディさんもね、ランディビューラーさんも殿堂入りプロプレイヤーとしてどこかでプロツアーに復帰してくれないかなと僕はね、心から願ってるんですけどもね。なんか彼がその殿堂入りプレイヤーとして、ヴィンテージスーパーリーグっていうのに参加しながら選手として出て、そのランディに実況されてきたポール・リーツェルとかがそのランディの試合を実況してあげるっていう企画があって、それがね、なんかこうすげえいいなと。そういう企画をね、もっとね、日本でもやっていけたらマジック盛り上がるんじゃないかなとかも考えてるんですけども、そうですね、前回は中村修平さんが出てましたね。イーフルことエリック・フローヒさんと決勝ラウンドみたいなのやってましたよね。さあ工藤さんがワンマリガン、工藤さんは先ほどもフィーチャーに呼ばれていました。一番卓をそのままフィーチャーしたら同じく工藤さんだったという形でしょうかね。5勝0敗同士の戦い、斉藤さんと工藤さん、工藤さんは、マルドゥ機体デッキを使っていることが判明しております。さあ6枚のハンド、これからチェックしていきますが、メガセリウム、ね、懐かしいやりましたね。44のトラップなんですけど、そりゃ英語版は真面目な話してますよ。ちょっとね、まだまだこのランディ少し渡辺選手にちょっと有名になってますけども、まあ、真面目にほんまに言ってることを完全に吹き替えするとかはちょっと面白いかもしれないですけどね。44トラップはそんな簡単には生き残れないみたいですけど、今の状況なら必要だから怖いですね。おっと工藤さん、ここでダブルマリガン。機体デッキはね、まあ、プロツアーで見てる感じでもマリガンにちょっと普通のビートダウンより弱いイメージがどうしてもあるんですよね。手札に動けるアクションが例えば2マナのコプターだけ、密輸人の回転翼機だけとかでキープしちゃうと、クリーチャーを引けなくて回転翼機のアクティベートが1、2ターン遅れてしまうと、
それだけで、ね、そのダメージを稼げないターンができて相手に余裕ができてそのままコントロール側に負けてしまうみたいなことがあるなと思うんですけど、本当に2回とも1枚スクールないんだけど、ね、そんなに気にしないんだけど、私は今までフェンディス、はい、これで工藤さんがランドランド、はい、キープして先日1位まとめ6点と、斉藤さんがまずは島からスタート、工藤さんは突端ですね、今日大活躍している1枚赤白のミシュラランドを戦場に出す、はい、2ターン目ここで戦術に経験豊富な操縦士、これでまあマリガン分のリカバリーとまではいかないですけど、ドローの質を高めることでちょっとでも損失をマシにしたいと、お上下ですね、ということは上はまあまあ強いカードだったんじゃないでしょうか。さあ斉藤さん、ここは置いてきたランドはウギンの聖域、そして唱えたのはコジレクの帰還ということで、これは青若現出ですかね、ラファエル・レビーさんが使ってましたね、このデッキ前回のプロツアーからでしょうね。さあここでピアナラを工藤さん唱えて飛行機回答を出す、はい、工藤さんここでアタック、さらにデパラも追加、お2-3と2マナ3マナ強いクリーチャー出している、さあここでお緑も入っているティムール現実ですか。松本裕樹さんがこういう現実とかドレッジ系のデッキで緑があると過去との取り組みがあるから、やっぱりそのタコ置いてある深海機が墓地に落ちちゃっても拾えるのが強いんですよねって言ってましたけど、ここは、まあ、ティムール現実あるいはティムール巨像とかもあり得るのかな、巨像タコで、土地だったら土地欲しかった、さあデパラの能力を使いつつダメージ与えていく、うん、普通に勝ちそう、ほんまに、さあウギンの聖域だけが溜まっていき、現出の、まあ、餌になるクリーチャーも出ない、置いてある深海域はもちろん遠い、うん、コジレックの機関を相手ダブマリとはいえ 3-1-1 点使ってしまったのが非常に痛く重くのしかかっている状況ですけども、さあアタック通るよと言われたのでここはピアナラーでパワー上昇させますが、ここで、はい、機械ギアハルクス、機械巨人が出てきてコジレクの機関を使い回しますが、これにはピアナラーの能力でこのギアハルク機械巨人をブロック参加させないという状態にして、デパラは生き延びさせると、さあここで現実の餌ですね、ドロイドが出てきてで、機械巨人では殴って8-15、さあここでデパラのテキスト確認ですね、置いてある深海域タップすることでもデパラの能力は誘発するのかというところで、はい、置いてある深海域デパラはだったらということで3万支払ってサーチですね、あんまり選んで1枚とかじゃないか、
で、まあ、ドルイドが死んだんで土地をサーチ。お互いの全部、土地もなくなります。まあ、要は真っ青に戻るわけですが、確かにランド3タップデパラ放置が実は一番、良かった可能性も、まあまあ言うても、でもフルタップになって10点って殴りたいのかもしれませんが、さあここでデパラの能力は何もなしで、ランダムでボトムに帰りますと。その間に斉藤さんは置いてある深海機をウギの聖域から調達。工藤さんはセットランドして、ここはエンドですかね。はい、これで間に合わないとなって投了となりました。まあ、ここからね、殴って置いてある深海機もう一回打たれてで G エンド。1本目は斉藤さんが序盤でちょっとね、出足は悪かったように見えたんですけども、まあダブ割りの工藤さんを置いてある深海機連打で最後は仕留めました。うん、青木アハルクが入ってるんですね、機械巨人、本質の機械巨人が。本流やね。なんでプロツアーで1回も間違えなかったのにここで間違えたのよ、ワイは。さあ、まあ今日まだ見てないデッキなのでね、いいですね。ティムール現出、疲れやな、これ疲れや、本質ではない。リュウジの CM のせいか。さあ、機体デッキとマルドゥ機体 VS ティムール現出、みんなコメントでどっちが勝つかちょっと予想してみてください。1本目は、はい、斉藤さん勝ちました。このマッチズバリどっちが有利、どっちが勝つ。機体現出、機体現出、現出、現出、機体現出、機体に機体、案外機体勝つかも。機体現出、2-1で現出、機体ホジクレックリターンの分機体が、現出が有利。なるほど、五分五分か。いや、暗記は取ってもいいんですけどね、スタッフが対応してくれるのは。次のラウンドじゃ開始時からちょっと取ってみましょう。次のラウンド開始時か3本目いってから、なんかね、この結局工藤さんが1本取られてる状態でアンケート取るのも変やろなと思って。僕はね、どっちかな、コジレックの機関しかないっちゃないので、そこを合わせられるかどうかが勝負の鍵になるのかなと。サイド側にももっと他にこの横並びのクリーチャーおよび密輸入の回転の茎をどうにかするカードを斉藤さんがサイドにしてきたら、斉藤さんの方がちょっと有利なのかなと思いますけど、工藤さんの方は、まあ、リーシータン張りのちゃんと4色でカウンターを常に握っている状態の、まあ、4色かどうかわからないですからね、まだね、マルドゥってことは分かってるんですけど、まあ、マルドゥなんかな、4色じゃなさそう。そう、結構耐えるカードが実は工藤さんのデッキ多いので、コジレックリターンがあるから一概に現出側が有利とは僕は言えないんじゃないかなと思っておりますね。ただまあ1本取られたも事実なので、ここから工藤さんは2連取らないといけないと。多分先手でもらってこのゲーム次7枚でキープできてちゃんと動けたら、まあ期待側がちょっと有利なのかなとか思うんですけども、現出側が多分一番悲しいのが、あの03出したらその上を回転置きが飛んでいくっていう、そういう展開になったら、うん、機体側が押し切れるのかなと。お、アンケート取ったんや結局。
斉藤さん1本取ってるからね、それは斉藤さん側がいっぱい入るでしょうけど、じゃ次工藤さんが取り返したらもう1回アンケート取りましょう。そしたらはい、斉藤さんと工藤さんは現在斉藤さんの方がマッチを取るんじゃ、まあ1本取ってると思うので、もちろんあって、お、ここで工藤さんがマリガン、野球コメントはずるいわせやかてもずるいわ、今気づいたわせやかて、うん、マリガンはやっぱきついっすね。さっきも言いましたけど、期待デッキね、コプターとランドアルからキープするかみたいなできない、紅葉デッキとかとね、2ターン目残忍のハリコリがするから、これが生き延びればみたいなできますけど、まあでもまあほぼワンマリガンぐらいならほぼね、コプター出して次のターン乗ってができるとは思うんですけど、今日から日式も楽しみですね。日本シリーズに負けないぐらいね、マジックも盛り上がっていかんといかんなと。まあ、起爆剤となりうるやはりね、黒田正宏がまだ来てないのが僕としては痛いところです。もうすぐ5時、ニコニコのゴールデンタイムである7時8時ぐらいに黒田正宏が来て爆発することを期待。ミシン投げてから来るんか。ダークロさんは今飛行機乗ってるんじゃないですかね。さあ工藤さんは一旦エネルギーを使いながらの発明者の見習い。対して斉藤さんは一旦目ウルベンワールド横断、山サーチしてエンドですね。まあこのウルベンワールド横断がね、現出デッキ緑入ってるデッキだと過去との取り組みと一緒にね、こう確実に欲しいクリーチャーを手に入れるカードとして非常に活躍しますけど、序盤はまあランドを持ってきてね、マナベースの安定化。さあ工藤さん、ここで2ターン目密輸人の回転よくキー出しながら発明者を見習いで2点アタック。発明者の見習いがパワー2タブレス3になって、あの模範的な作り手がパワー3になるから、このデッキはズーだみたいな感じでフランク・カースティンさんが公式でデッキテクでね解説しましたけど、ズーは言い過ぎちゃうことかも思うんですけどね。さあここで知ってるよまさみ何回も見てるさ、キャラなんかカンペがね来たんですけど、さあここで出てきました2マナで03の壁ですけど、さあこの上を回転を木が越えていく、はい、ここは3マナ目を工藤さん置いてちょっと考えどころ。さあここは回転機を起動してアタック1枚引いて、横枝じゃないですね、あれはあの03の原始のドルイドですね。死亡するとライブラリーから土地を基本土地を1枚タップイン出せる、まあ、原始の餌として優秀なカードなんですけども、その上を33飛行の回転を引きと超えていくと。さあ工藤さん、ここはランドを捨てます。
3点刻んでからのここは、はい、石の宣告、土地は探させないと。手がかりは得られるんですけどもね、まだ払ってドローする分には問題なしと。さあ斉藤さん、3色揃ってますけども、ここで金銭の使い物ですか。3マナ22で2点回復、死亡するとワンドロー。これはもうまさに現出しろっていうね。なんかこれを食わすのもかわいそうなんですけど、ヨルドラージの餌にするのも。はい、ここで出てきました。経験豊富な操縦士が乗り込んでアタック 4-4 の回転翼機でアタックしつつ、その横に 2-3 の見習いもいると。戦術してないっぽかったんですけどね、うん、出して速攻で乗ってて見えてるんやろさあ 2-2 で 2-3 をブロック。斉藤さんはこれにより回転翼機から4点を受けつつワンドローですね。まあ、おそらく戦術忘れかとは思いますが、むっちゃ早く一瞬で戦術したかもしれない。さあ斉藤さん、うん、2-3 と3-3飛行、まあ、操縦士で 4-4 になるこの飛行でガツンと攻められてかなり苦しい。過去との取り組み、ここでキャストして、はい、ここで赤身堂のバトルランドですね。萌え柄の林間地か。林間地を一応手札に入れれますけども、こうなるともうちょっとね、まくり返すには相当工藤さんが一回アタック忘れるぐらい条件厳しくなりますけども、まあ、とりあえずランド置いてエンドと。さあここで1マナマナが一応違うっすね。スタッフちょっと言ってあげてください。ジャッジ気づいて、ジャッジ見てるやん。ジャッジ気づいてや。まあまあ、もう今もこの最終的にね、この2個、まあ大丈夫じゃ大丈夫やから OK としますわ。もう次ちょっとジャッジにすいません、ちょっとマナは見ててもらえますかみたいな感じでちょっとね言わないと。皆さんもねちょっと気をつけてくださいね。3色できたと特にねちょいちょいやるんですけども、今はねたまたま赤白ランドと白黒ランドをちゃんと2個寝かして、ね、最終的に、まあ、バランス取りましたけど、本来はねあの状況で赤マナは立ってない状況だったんでね。さあここでしかし斉藤さんが石かなで紅葉は達成しているのでブロッカーを確保。またちょっとこれはもう2回目なんでね、ちょっとすみません皆さんコメントちょっと広げないですよ、行ってきます、ちょっと待ってください。
あ、もう、じゃあちょっと見てもらえますか。はい、前の試合だけ2回連続になっちゃったので、そうですね、ちょっと時間休んで、確かにどちらかっていうのは大事です。いや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 、すみませんね。まあ、結果的に関係ないスタッフがね、ちょっとね、今日は人がね、いっぱいいて、ちょっとあの担当するものがいっぱいあってね、追いつかないもので、私がちょっとダッシュで行ってきました。近いっちゃ近いですよね。直線で行けるので。ああ、誘発だけどね。誘発しました。いや、まあ、シックコストを支払ったんで、私もちょっとね、息が切れる可能性は大いにある。まあ、2回連続でやっちゃうとちょっとね、さすがに問題ですからね。さあ、この工藤さんのアタックに対して、そう、ダークロが来てくれたらねみんな置いてけぼりせず済むんですけどね、申し訳ないです、すみません。これはね、もうちょっとまあ、ジャッジと、ね、配信スタッフとこちら実況席とで、ね、やってることなんで、たまにこういう限界もありますけども、なるべく皆さんが、まあ、見ててね、やっぱ間違ったゲームを見るとね、面白くないですからね、なるべく正しい方向に行くように気をつけますので、ぜひぜひ何かあったらコメントしてください。ダークロはね、うん、ダークロボット黒ですねダークサイドの力を持ったロボットマサシロがもうちょっとしたらあと40分かな。さあ、残りライフ5点をなんとか削ろうとみんなで乗り込めないとアタックいきますけども、ここは、はい、青の機械巨人からのブロックで全滅。これはそうですね、ライフが5対20と差はあるんですけども、こうなると期待デッキはちょっとまくれないですね。もうさあ、もう3号と5、6が殴りに行って、これで13対5でしょ。次のアタックでライフ逆転しますから、お、使い間使い間4点回復、いい動き。そう、結局この機械巨人みたいなパワーカードを使われないために早く押し切るというのが期待デッキですからね。さあ、それがこのゲームではならずでした。さあ、工藤さんが2本取られ、斉藤さんは1ゲーム目ね、ちょっと危うい部分もあったりもしたんですけども、機械巨人絡みで2ゲーム目も取りましたね。先のねプロツアーでも大活躍したこのギアハルク、本流の機械巨人を駆使した